お次はこれ。シマノのバチミノ90ミリ。で 6.5グラム フローティングですね。まあいわゆる、まあ僕も最近覚えたんですけど、まあバチ抜け、まあ、今ちょうど今自分とかに使うやつなんでしょうね。でそもそもこれを買った時に、このね、このセットをね買ってた時に探してたルアーっていうのが、このバチ抜けの時に使うルアーを探してたんですよ。それでまあこんだけいろんなのがセットになってんやったら、これにちょっとしてみようということで購入させていただいたんですけども、これがね、まあこれもブログをちょっと参照させてもらってるんですけども、2009年のねブログが出てきまして、2009年の時点で7年前にシマノから発売されたバチ抜け対応新機軸ルアーなんてというふうにこう書かれてるんで、2002年とかぐらいに出たやつみたいですね。めちゃめちゃ古いですよ。一番古いんじゃないですか。もう20年ぐらい前なんで、今のところ一番古いかもしれないですね。これもね、もうフックがもうサビサビになってたんで、これも変えてます。これがまあ定番ルアーとして定着することなく姿を消してしまった、ある意味栄光なき天才たち的ルアーですって書いてますね。なんか変わってますもんね。こんなついてるから。使用後はちゃんと真水にさらして水抜きをして陰干ししないと、これがもうえらいことになるらしいですね。スローリトリーブによるただ巻き、もしくは流れに任せてのドリフトメソッドが基本的な使い方。天然素材特有の生めかしいレザーテールの動きが独特の引き波を水面に発生させます。一風変わったサブリブサーフェイス系小型リップレスミノーと思って使えば、まず間違いないです。もっとも今では入手自体が難しいかもしれませんが、というふうに書かれてます。多分今のところ一番古そうです、これが。でお次はもう3つ合わせていきましょうか。これは多分今でも出てますよね。なんかよく見ますよね。ジャクソンのニョロニョロ85mm、 85mm で 7g シンキングですね。まあこの3セット3種類色違い、まあ、これだけね、このバチ抜けの、まあ、こういうルアーがあったら結構いろいろ試せそうですよね、はい、青い染めっぽいやつからちょっと派手なやつまであるんで、これは本当ありがたいですね。本当に今の時期とかちょっといっぺん本当使ってみたいんですけどね。またこれがね来ましたよ。これダーウィンキャリア126 126mm 16g ですね。またこのダーウィンってこういうの好きなんですね。これの仲間ですね。このダーウィンフィンチのね、この仲間ですよ。これまたこれもなんか釣れんのこれ何をあれイカっぽいいっぱいね、ほんで中にこの重り入ってんすよ。この6つ入ってんすよ。これちょっと見えないかもしれないですけど、後ろに3つ前に3つとこう入ってるんですよ。これはどうなんすかね。これについてこう語ってるブログがあって、まあ、これもね2009年の記事なんで、まあ、それ以前のものってのありますよね。アンチリアル思考、そんな制作者の主張が思わず聞こえてきそうな。確かに、はい、奇抜なデザインながらこれでもれっきとした湘南生まれのシーバス用シャローレンジミノーです。同社のフィンチといい本当に独創的なデザインのルアーですね。確かにね、これね、
まあ、これがなんかこう名作というふうに言ってる人がおるんで、まあ、これもひょっとしたら名作なんかも。初期のダーウィンルアーはこういったインパクトの強い斬新なデザインのものばかりだったんですが、カンニバル以降は一応ダーウィンテイストは残しながらも無難な路線のルアーデザインへと方向転換しました。まあ、方向転換する前の、まあ、黎明期とかのダーウィンっていうメーカーの湘南生まれなんですね。湘南のダーウィンっていうメーカーが、まあ、の初期の頃のルアーみたいです。やはりリアル志向の強い日本市場ではあまりに奇抜なデザインのルアーはユーザーに受け入れなかったということですかね。要するにお店ではあまり売れないと。はい、それが証拠にこのキャリア126も某店のワゴンセールで入手しました。泣き売りされてますねこれアクションはウォブンロール、ウォブンとロールが主題したいで、実際に投げて巻いてみた感じはデッドスローからファーストリトリーブまでかなり幅広いスピードに対応できる。使ってみた個人の感想ですが、ボディの前後に内蔵されている重心移動システムの発する音がラトル音並みに険しく、ハイプレッシャーのポイントに投入するには正直ちょっと厳しい感じがします。はい、最も濁りやうねりの強いポイントではこの煩わしさがかえって武器になることもあるのですが、どちらかというとハイアピールタイプのシャローレンジミノと言えるでしょう。そしてこの音が逆に魚をこうビビらせて逃がしてしまうということもあるんちゃうかというふうに言ってるみたいですね。はい、ちょっと僕には使いこなせそうになさそうですけど、お次はこちら。これもまた変わったやつですよ、これ。アイマバチバチ90ミリで、これで16グラムあります。シンキングですね。これもまたね、変わった形なんですよ。ほんとここ多分目ついてたんですよね、これ多分取れちゃってるみたいですね、これは。ブログがありまして、その記事によると、アームズデザインの第2作目だったのが確かこれ、バチパターン専用のジグミノ、今風に言えばシンキングペンシルと言えばいいんでしょうか。このルアーが発売した頃のルアーフィッシング情報のうっすら覚えてる記事の内容では、魚介類が砂の中から水面へ向かって行こうとする動きを模したものだったように思います。つまり現在のバチパターンルアーのように、水面直下をスーッと引く、水面近くをスーッと引くんではなく、キャストして一旦底に沈めてから浮き上がらせてシーバスを誘うと、こういう風にしていくっていうルアーみたいですね。ゴカイは砂地にも生息するとはいえ、そこまで沈めるというのは根がかりのリスクがあるわけで、そんな使い方をまともにする人がどれだけいるのか知る由もありません。まあ、私の住んでいるエリアでは関東地方のように水面を覆い尽くすほどのバチが湧くわけでもないので、単なるジグミノーとして使ってました。飛距離はまあまあ出るのですが、で実績は70アップの鈴木、40アップのキビレ各1のみです。自作のアイマ、サスケの大ヒットの陰でバチバチはひっそり廃盤になってしまったらしく、アイマ信者でも知ってる人は少ないかもしれませんと。まあ不遇なルアーだったみたいですね、これは。うわ、これはすごいですよ、これ。記録塗り替えたか、これ。別のブログなんですけど、2008年の記事に、どれも7年から10年程度前のルアーということで紹介されてます。なのでこれも20年選手かもしれないですね。けどそれにしては結構綺麗ですけどね、目は取れてると言ってもね。はい、あ、今バチバチ、なんかこれもちょっと癖のあるルアーっぽいですね。ということでね、一応今現在分かってるルアー所在というか、このが判明してるルアーがこれだけなんです。あ、でもう一個これですね。
もう一個分かってますね。これね、ちょっと聞いたんですよね。これをね、ちょっとツイッターの方で、まあ、この3つが何か分かりませんっていう風に、誰か分かる人いますかっていう風に、こう、聞いたら、これだけね、このね、弁当に入ってるバランみたいなやつね、これ。これ、タックルハウスのルアーらしいです、これ。M っていう。はい。これがね、教えてもらって、これが何とか分かりました。でね、この2つがね、分かんないんですよね。なんか分かる人もしおられたら教えていただきたいんですけど、どっちもね、形的にはなんか一緒っぽいっすね。まあ、ヒントが何もないんですよね。何も書いてないんですよね。メーカー名とか、名前とか。どっちもね、同じっぽいっすね。同じ種類の色違いっていう感じっすね。これだけじゃちょっとね、わからないと思うんですけど、なんかわかる方いたらこれ、教えてもらえたら嬉しいっすね。まあ、けど、これは出品した人はシーバス用のルアーとしてこれ全部使ってたみたいなんですけども、まあ今見てたらサーフで使えるとか、あとはメバルとか、そういうのでも使えるとかって、これとかね、こういうちっちゃいやつとか。まあいろんな釣りに対応できるものもいくつかこうね、結構あるみたいなんで、まあちょっとね、いろいろ試してみたいですね。またね、こういうのを使って釣り動画をね、こう撮れる時が来たら、ちょっと釣りの方もやっていきたいと思います。はい、ルアー紹介ということで、多分釣りをね結構やられてる方、ルアーフィッシングとかをまあ昔からやられてる方には懐かしいものもあったかもしれないですね。なんかこれはこの中で今回紹介したやつの中でこれはおすすめで、これめちゃめちゃ釣れるよとか、まあなんかそのルアーのエピソードとか何かあったらコメント欄でいろいろ教えていただければと思います。はい、ということで本日はこれまでということで、お付き合いありがとうございました。